女の子の身体検査がヤバすぎた。ある刑務所に勤務する刑務官の男性、彼の仕事はこれを調べることのようだ。それは何？なんだろうね、持ち物チェックかな。彼の仕事は新しい受刑者の下着チェックである。稀に下着の中に凶器などを持ち込む受刑者がいるため、厳重な確認が必要なのだ。この日はハートフルなものが見つかったようだ。それは何？あ、なんか女性のなんか下着の写真みたいな感じ。この受刑者は下着の中にお気に入りのアイドルの秘蔵写真を仕込んでいた。これは預からせてもらう。このような写真は受刑者同士のトラブルの火種になりかねない。預かるのは決してやましい気持ちからではないのだ。刑務官は来る日も来る日もおっさんの下着チェックをする仕事に嫌気がさし始めていた。はあ、調べる相手が女の子だったら最高なのに。そんな刑務官の望みが叶ったようだ。それはどこを見ればわかる。決めました。僕、刑務官になります。どう考えても右の男、犯罪者の顔してるよね。これどう考えても。連れてこられたの、可愛い女の子の受刑者だった。え、どういうこと？連れてきた刑務官は何も言わず去っていく。優しくしてください。女の子は泣き入りそうな顔でそう言った。よくわからないが刑務官は状況を受けることにした。入念に調べますね。仕事なので。